地震がありましたけど、皆さん大丈夫でしたか？私の配信途中で切れたんですけど、それはあの警報、スマホにね警報があったので切れちゃいました。昨日は配信がそれで。でもね、あの揺れたけど全然無事です。ツイートはしたけど、今日はコンサートの自主練をしてました。もうねレッスン場がね、なんていうんですかね、こういろんなコンサートが重なってるから全然空いてなくて、こう借りれるのがねこの時間帯になっちゃうんですよ。だからちょっとね遅めの配信。無事で何より、そう無事です、ありがとうございます。大丈夫でした。あと2日後に、まあほぼ1日かな、20日にコンサートがあるので、そちらのね練習を頑張っております。ただいまグッズも出ましたしね、発表されましたしね、あと配信とかもいろいろと発表されたので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。グッズ全部ゲットしたい、もうぜひぜひぜひゲットしてください、よろしくお願いします。明日もね結構遅くてレッスンが、だからねちょっと配信できるだろうけど多分この時間帯ぐらいになりそうな感じです。明日もねレッスンがありまして、遅いのでね時間が、なんでコナンの実況はできませんなので多分ねちょっと時間がまだ決まってないからね、ゲリラ配信になると思うんだけど、ラスト配信、そうですねラスト配信の予定、ギリまで大変そうなんですよ、頑張り中。朝は配信なし、朝は配信ないです、朝が早いんですよ明日の夜がラストになると思います。なのでねちょっと通知を取ってくれてると嬉しいです。ちょっとね何時になるか分かんないんだよね、まあ11時ぐらいには終わると信じて終わると信じてるけども、かもう6先に、もしかしたらね時間が取れなかったらあれだから6時とか5時ぐらいになっちゃうけど、最後の配信しようかはちょっと迷い中です。ちょっとねまだどうしようかって感じまあそれはねメールとかで、夕方ですね、ちょっと朝は朝でまたね予定が合っちゃうんですよ。まあでもさすがにね朝6時は早すぎるので、朝6時ではないんだけど、ちょっとね考え中。11時以降にするか夕方からにするかはちょっとね明日考えたいと思います。最後まで忙しいですね、そうてか最後が一番忙しいかも。なんか意外にこう卒業間近のメンバーってさ、なんか卒業公演しかお仕事
ないのがさ結構多いと思ってたけど、なんか全然大変だった。なのでね、ちょっとお待ちください。まあ、なのでね、ちょっとなんやかんや普通の配信は今日がラストですね。そう、お疲れ様、ありがとうございます。4月20以降は時間制限なくなるか配信できるんじゃないの。私がね、ショールームをね、そんなにどうなんだろう、やらないっていうか、そのなんか移行期間あるんですよ、データの移行期間が。なのでね、その移行期間はね、配信がね、多分データの多分メンテナンスみたいなのがあるからね、できないんだよね、おそらく。これはもう、そう、そやねん。まあでもね、ファンクラブとかの説明のためにね、ショールーム配信とかちょっとしたいなって思っているので、楽しみに。舞台の初日と千秋楽のチケット取れた。ありがとう、嬉しい。わあ、50代独身さん、パワー、ありがとうございます。ありがとう、いつも応援ありがとう、サンキュー。タワーが来てました、ありがとうございます、ありがたわ。うん、そう、なんか舞台のチケットね、結構発表もされてるっぽくて、千秋楽行く、おー待ってます。ちょっと初めてのね、主演舞台なので緊張するんですけど、もう多分一番緊張するんですけど、まあでも安住もいるので、今のお見せできるように頑張りたいと思います。2公演取れました、おー。千秋楽外れた方とかもいらっしゃるのかな。そう、でも私以外の方々ね、すごい方々がたくさんだからね、行くよ、待ってます。プレゼントとかね、お手紙もね、分は全部受け取ってきましたので、それだけ。感動的な手紙送った、お、すごいハードルを増やすじゃん。面白いプレゼントあった、あったよ、なんか東京の防災についたなんか分厚い本みたいな届いた。なんか人を殴れるぐらいのなんか東京防災なんたらかんたらみたいな、なんかマップとか防災についてのなんかすごいでっかい本届いたよ。すごい、引っ越しの時に邪魔なもの送ってきやがってって思ったけど、まあ防災は大事なのでちゃんとついてきます。すごい分厚い、もう重い本が届きました、2冊もね、びっくりだよ。本当にね、見せたいけどね、もう入れちゃった、あの引っ越し用の段ボールの箱に。ちゃんと持ってきますよ。枕代わりにしてもらうつもりかも。そうだね、ちょっと枕代わりにさせていただこうかな。舞台3公演当たった、おー、ありがとう、嬉しい。もう私はね、無印の3万円ギフト券をいただいたのでね、
こちらで新生活はもう全て揃えたいと思います。ウキウキワクワク昨日のねニコ生でねゲットしましたから、嬉しい。あ、まあ、岐阜もねいただきましたから、でももうあのあとひなさんと一緒にニコ生終わった後ね、ひなさん抗議しましょうって言って、もうなんか取れなかった商品みたいな、欲しかったのに、欲しかったし用意もしてもらったのにもらえなかった商品の前に2人で立って、帰らないぞって言ってこれをもらうまで帰らないぞって言って、もうひなさんと一緒に抗議したんだけど、プレゼントの前で絶対に帰らないんだからって言ったんだけど、でもなんか歴代のメンバー、そのプレゼント企画をやったメンバーもなんか問答無用で、そのスタッフさんの元にものになったんだって。でもここまで抗議したのはおきちゃんとひなちゃんが初めてって言われた。なんかみんなみちさんとかは無言でプレゼントの前にはいたらしいんだけど、私とひなさんはもう抱きしめてプレゼント、絶対に帰らないんだから、これをもらうまで帰らないんだからって言ってたんだけど、ダメだった。自腹で買うみたいな話にもなったけど自腹で買うほどでもないなみたいな、人からいただけるから嬉しいのにって思って、ダメだったんです結局。まあでもね、まあ天城府県もらったのでそちらの方で買いたいと思いますっていうね、あのいざこざもありました。あとあの全然もうね覚えてる方がいらっしゃるかわからないんですけど、パックショールームでさ、私がひたすらパック欲しいパック欲しいって言ってたパック届きました、ウォンジョンヨの。嬉しい。なんか久しぶりにショールームの景品もらったやったーって感じ。ありがとうございます。ちゃんとコンサートの日はそれのパックで潤したいと思います。まだねもったいなくて使ってないけど、ちょっと大事な日は使いたいと思います。3月初っ端からずっと言ってた美白パックがついに、そうそう、私多分めっちゃ言ってたと思うめちゃくちゃ言ってたと思います。卒業後のファンクラブはどうなりますか？卒業後のファンクラブはね、今あるファンクラブは消えちゃうんだけど、でも卒業コンサート終わりにも更新したいなと思ってて、かまあその日当日更新したいなと思ってて、で現ファンクラブが末まで残ってんのかな、ちょっとわかんないんですけど、20日で終了になっちゃうんですね。で新しいファンクラブが本当は21から作りたかったっていうかなんですけど、ちょっとまあいろいろと重複しちゃうので5月1日に開始の予定、でも予定だからもしかしたらちょっと遅れちゃうかもしれないけど、一応5月から新しいファンクラブを作る予定になります。
でね、よかったら、よかったらね私の生活の源になる予定なので、ちょっと足長おじさんと足長お姉さんたち、よろしくお願いします。こんなストレートな体の見方する人なかなかいないと思うけどフ今一番最悪な人質にとったみたいな勧誘の仕方してましたね。まあね、そういう説明とかも、まあ、実物がね出てこないものにはね、ちょっとまだ説明ができないので、またちょっと来たら皆さんの前で発表したいなと思います。ご説明とかをね、いろいろしたいと思います。よろしくお願いします。入ってってお願いされたいわ。入ってくださいあざとめな。まあそんな感じですかね、今のとこは。うん、まだね、でも卒業した後のことはそんなに考えてなくてね、まあまだ引っ越しをまあしなきゃなって感じだから、ちょっと今がね忙しすぎて全然進めてないので、卒業した後はちょっと引っ越しに専念して、でちょっと地元にも帰ったりとかしつつ、東京に引っ越したいなって感じですね。なんかだからちょっと5月まで自分もバタバタしてるからちょっと忙しいんだけど、まあすぐに皆さんと会えることを楽しみにしてます。コナンもまだ見に行けてないしコナンもまだ見に行けてないし、早く準備しなきゃね。もうでも自分本当にねダメだなって思うところがあって、こう書類とかなんかね、引っ越しの準備で書類とかいろいろ書くんだけど、もうハンコをまっすぐ押せなくて、何回も何回も斜めだったり間違えるので、また訂正線みたいなの書くんですよ、シャッシャッシャッって。でまたハンコを押すんやけど、そのハンコもまたかすれるので、あれって私これ訂正できてないぞみたいな、なんかもう真っ赤っかの書類になっちゃって、これ大丈夫なんか本当に受理してもらえるんかなって、ちょっとドキドキしながら出したいと思います。難しい、めっちゃ真っ赤っかなんですよ、大丈夫みたいな。ハンコ文化なくしてほしいね。なんかもうちいかわのスタンプとかでも許してほしい。そういうのもね、まあ、いろいろやりつつって感じです。生きがいの千秋楽イルミナス線香外れちゃいました。すごいね、外れちゃうんだね。水道電気ガスの手続き大丈夫？
大丈夫、インフラ大事。やってるやってる。でもな、今の家結構好きだからちょっと寂しくなるね。カーテン買った、買ってない、持ってこうかなって思ってる今のカーテン。そうね。とりあえず今は引っ越しをなんとか頑張ってます。サイズ合うの、もうなんかさ、言い過ぎたらなんかもう君たちすぐ家特定して来そうじゃん。やめとくよ、おきちゃん来たよって言われそうだから、ちょっともうカーテンのサイズもう言えないよ。そんな君たちあの小出しに私の情報を引き出そうとしてるけど、私はもうあの今日警戒心強めだよ本当にあの騙されそうってメンバーにめっちゃ言われたから、分かった分かった、じゃあ私はもう警戒心バリバリで生きてくよって思って、ちょっとあのちょっと目力強めで生きてく。ゆきちゃん、ゆきちゃん来たよって。ありそうやない、私が引っ越ししたさ新居でさ物運ぼうとしたら、おきちゃん大変でしょ、来たよって、私がその時 BGM 流してあげるよ。チャラララーナー、チャラララーナー、チャラララーナー、ここしかわかんない本コアの曲、ここ以降わかんないんだけど。また続きます。エンドレスリピートちゃうん？あ、そうなの？ここずっとエンドレス？そんなことある？あんまり音楽怖いからさ、あんまり聞かないよね。何の BGM？ 本当にあった怖い話の BGM。 何ということですいやいやいや、ビフォーアフターの音楽流すオタクさんがさ、私の部屋に来てさ、おきちゃん来たよって言った瞬間さ、チャンチャンチャチャンチャ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 、めっちゃ職人っぽくない？チャンチャ、なんか来てくれてありがとうって感じするんやけど、なんかすごいいろんなもの直してくれそうな匠感あるんやけど、チャンチャンチャンチャ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 、何もなかったゆきちゃんの部屋に100人のオタクがぎっしり、なんということでしょう。ちゃんちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃんちゃ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 、絶対曲ミスってるよね曲ミスりすぎや。配線で困ったら呼んでね。分かった、匠に任せるわ。ちゃ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 、引っ越しそばおきちゃんと食べないと。引っ越しそば食べよう。Wi-Fi 飛んでたら捕まえに行くね
なんか怖い、なん、どういうこと？どういうこと？パスワード教えな、教えた方がいいやつ？人の Wi-Fi を勝手に使うな。なんかさ、直接気持ち悪い発言されるよりも怖い発言やった。何 Wi-Fi 捕まえに行くってどういうことやね。意味わかんないコメントでしたね。すごい、私のファンの人さ、マジ気持ち悪いコメントするときのさ、レベルの高さやばいんよ。もうなんか普通になんか、え、気持ち悪いとかじゃない、なんか本当にすごい表現力と語彙力とか、なんか描写能力を持ったすごい文豪みたいなコメントばっかりやん。レベル高い、本当に。なんか出したいもん、刺繍みたいな。出版していい？ちょっと今の覚えとくね。今の覚えとく。はい、インプットインプット。きちゃんの Wi-Fi を捕まえに行くね。はい、インプット、いつか出します。君の気持ち悪発言で私は印税をいただきたいと思います。最後の通常配信でそんなこと言わないで。確かに、え、最後はちゃんとね、なんかあの振り返りとかしたいなって思うんですけど、したいなと思うんですけど、意外と振り返るとね、明日配信できますか。いや、配信はねする予定なんだけど、ちょっと時間が、もうワンチャンもう2回するかも説あるよね。夕方と夜みたいな、ワンチャン2回する説ある。うん、コンサート後はやらない。ちょっとね、ステージで終わりたい気持ちもあるんだよね。そうなのよ。ちょっと推しメンリスペクトでやらせていただきたいと思います。ちょっとそこは、でもあのブログとかはね更新したいなって思ってるから。そうね、そこはちょっとそういう感じかな。寂しいよ、寂しいよね君たちは。でも大丈夫、すぐに会えるから大丈夫さ。震えて待ってな、泣く、いや、え、な、うん、どうだろう、まだ分からん。震えて待ってな、ブルブル。本当に何言ってんだろうね、こんな、もうちょっと感動的なことを言おうと思ってたんだけど。あと、そうだ、ミュージックボイスさんの方であのインタビューが掲載されてて、ちょっとまた SNS でもね告知をしようと思ってるんですけど、よかったら読んでみてください。ちょっといいねとかして、記事分かりやすいようにしておきますね。なんで今日全体的にホラー寄りなの。いや、ほんとなんでなんだろうね。インタビュー読んだよ。あー、ありがとう。なんかね、ミュージックボイスさんすごいね、
卒業メンバーのインタビューをねめちゃくちゃやってくれてて、うん、私もねいろいろお話ししたのでよかったら見てください。卒業後もこのアカウント使うことありそう？あ、使う使う、もちろん。ちょっとねフォロワーがもったいないからね。でもちょっと移行するから、移行っていうかなんだ、データをちょっと変えるからちょっと一回消えたりするかも。でも戻ってくると思う。あの一回消えて、もし消えても大丈夫、あの戻ってくるので大丈夫だと思います。あのこのアカウントが消えてもね。そういう期間だから、うん、なのであまり心配しないでください。じゃあそろそろ壇上読もうかな。13位かぼちゃさん、12位ジェリーさん、11位エリオさん、10位テリーピーさん、9位カズナイさん、8位マッカさん、7位かぼちゃんセブンさん、6位トマトポさん、5位マグさん、4位ジュンちゃん、3位師匠さん、2位ロケティさん、1位50代独身さんでした。ありがとうございました。壇上の皆さん、そしてコメントしてくださった皆さん、ちょっと短い時間でしたが、まあ明日はねちょっとね夜の時間は分かんないんですけど、まあ、ちょっとゆっくり配信する時間も取りたいと思ってるので、うん、あんまり早すぎると見れないのかな。7時ぐらいとかだったら見れるのかな。皆さんはどうなんだろう。まあ、ちょっとまたメールしたいと思います。よろしくお願いします。ということでまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。おやすみ、おやすみ、よいしょ、バイバーイ。ちょっと縦にして、ありがとうございました。皆さんからいただいたお花もちゃんとまだあります。ありがとうございます。バイバーイ。